この実証試験では複数の監視カメラや警備員が携行するウェアブルカメラからの高精細な映像を 5G で伝送し遠隔監視するシステムの実証を行いました。この実証試験を通して現場の正確な状況把握に基づきインシデントへのスムーズな対応が可能になることを実証することができました。 5G を活用することでより安心安全な社会の実現が期待できます。